今民主党が政権を取って一体何かが新しいことが決まったんでしょうか。何かが動き始めてるんですか。今行われてるのは、あの仕分けはとてもいいことだったと思うけども、行われてるのはお金を削ることでしょう。そして景気対策の予算は3兆円切ってしまったまま、その次に何をやるか示さないから、この国の中に仕事がなくなっちゃった。民間では仕事が出ないから、政府の公的支出として実際の仕事を出していたのに、それをやめてしまったから。だからこの国の経済は今止まった状態になっている。それに合わせて財務大臣が日本は円高でもいいと、こういうふうに言い出したこと、それをきっかけにしてもうこの国の円高が止まらなくなっている。トヨタは1ドル90円を想定していたのに、もう今86円まで来てしまいました。1円円高になるたびに年間で300億円の為替の損失が出てしまうんです。そしてそういう中でこの国の景気が悪くなれば、この国の製造業が全く動かなくなってしまう。そして今むしろまさにもうデフレ状態になっているということを政府が認めている。それは今の鳩山内閣が招いた不況なんです。麻生内閣がやっていた8月までの景気はプラスでもって、春先からプラス指標でもって経済が上がっているというのがこれ統計なんです。ところが政府の統計というのは3ヶ月遅れて出ますから、今出てる統計は8月までの統計、それは春先のエコカー減税だとか、そしてエコポイント制度で政府がやった景気対策、それから公共事業を出して前倒して8割早くに契約しろということでやりました。そういうお金が町の中に出回っていたので経済が上がったんです。しかしそれを止めてしまったものだから、今経済はそのガソリンが入らなくなっちゃったので、これはエンジンも動かなくなっちゃったと、こういう状態になって、でしかも街の中に私たちが考えた景気対策というのは大手ゼネコンが取る仕事ではありませんよ。学校の耐震改修をしよう、それから、ね、傷んでしまった橋や道路を直してください、そういう公共事業です。地域でもって地域企業が取れるような公共事業、例えば学校の耐震改修をやるのはゼネコンではありませんよ、大きな建設会社ではありませんよ、町の中の工務店ができる仕事です。学校の屋根に太陽光の発電パネルを載せましょう、こういう予算を私たちが作りました。それは町の電気工事屋さんが取れる仕事ですよ。川口の子どもたちは信じられないけども、皆さんは今川口の小学校は未だに金属製のアルマイトという食器を使って子どもたちは給食食べてるんです。金属製の容器でもって子どもが給食食べてるんですよ。これ瀬戸物にしたいんだけど、今までお金がないから、お金が調達できないから川口はなかなかそこをずっと後回しにしてた。だからそういう今までやりたいけどできなかったこと、それを景気対策という名の形で町のために役に立ち、そして町の企業に役に立つような、そういう仕事を我々が出したものを、それを民主党が止めちゃったんです。政権交代して政策を変えなければならないから。その根拠は何かあったんでしょうか。何もありません。3兆円の景気対策予算を止めて、そして景気が悪くなってきたので今度2兆7000億円で補正予算をもう一回出し直すって今言ってるんですよ。補正予算出すのはね、1月の中旬にならないと出せないんです。9月に予算を止めてしまったから9、10、11、12とこの間仕事がゼロになっちゃったんです。そして今度1月の中旬に政府が新しく次の景気対策の予算を組んだとしても、その仕事が本当にお金が使えるようになるのには春先にならないと地方にお金が来ないんですよ。だから一体これから春までの間仕事が何もないっていう状態、これを招いたのはもう鳩山政権の判断でしかないんです。これはたまたま運が悪くて景気が良くならないんじゃないんですよ。もう悪くなるのを前提にしてやってしまってるってことなんです。ただ始末に終えないのは
今度の鳩山政権は自分たちのやってることが景気を悪くすることだってことが気がついていない。今まで政権を運営したことがないから分かっていなかったってことなんです。そして今になって慌てて大変だ大変だって言ってるけども、でも国の仕事を動かすのはそんな1ヶ月や2ヶ月では動かない、こういう状態になっているんです。ですから私たちはもう今までと考えが変わったのかとか、マニフェストと違うじゃないかなんてそんな指摘しません。そうではなくって、もうこのままでは本当にみんなの暮らしが壊れちゃうから、経済がもうめちゃくちゃになっちゃうから、早く民主党は仕事をしなさいと、そして国会で議論をしていろんな法律を通しましょうと、こういうことを言ってるんです。